はい、どうもコナンです。2021年の1月の10日にですね、映画煙突町のプペルを、作者のですねキングコングの西野さんと一緒にね、広島の映画館で見てきました。いや、映画をね、作者と一緒に同じスクリーンで見れるってすごくないですか。ちょっと普通の映画じゃね、多分考えれないような内容なんですけど、今西野さんが全国の映画館をですね飛び回って皆さんとね一緒に映画を見るっていう活動をやられてるんですけど、それがですね今回広島に来ていただけるということだったので、僕はですねもうすぐにチケットが予約できるようになって、すぐにですねもう席取って行くようにしました。まあこの煙突町のプペル自体は、まあ、今回ね見たのは3回目にはなるんですが、もう中にはですねもう10回ぐらい見てるっていうつわものとかもいて、まあすごいんですけど、この映画自体がですねこう何回見ても飽きない映画になってます。まあ、いろいろね奥も深いですし、何回も見ることによってねこういろんな視点からねこう映画が見れるというか、見るたびにね新しい発見があったりするんですよ。まあ、これぜひですね、もしまだ見てない方は一度見ていただいて、一度ね見た方っていうのはもう2回3回とね見てもらったら僕の言ってることね分かると思うんですけど、1回目よりね2回目の方が感情も入りますし、2回目よりね3回目、3回目で4回目って回を重ねるごとにですね、どん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 この映画の中に引き込まれていくっていうのがね分かると思います。まあ、今回ね僕3回目だったんですけど、3回目なんでね、まあ、結構ねこの映画のことかなりねいろんな視点から今回もね見れるんじゃないかなって思ってたんですけど、結論から言いますと映画にはですねほぼほぼ集中できなかったです。なぜかというとですね、なぜかというと、まあ、今回ねこの西野さんが来てくれたこの映画館がこの東宝シネマズ緑というところで、僕がねまあずっと行ってるこの映画館ですね、まあ、昔からほぼほぼ映画見に行くといったここのね東宝シネマズ緑に行くんですが、まあ、ここの映画館ですねチケット取って、まあ、ここねスクリーンが8個あるんですけど、今回はですねスクリーン3っていうところだったんですけど、このスクリーン3っていうのがですね、まあ、こんな感じの席になってます。231席プラス車椅子でもね見れるようなとこになってます。まあ、この黒いとこちょっとね何なのか分かんないんですけど、まあ、今回ねこのスクリーン3で見ました。なんで僕がね今回映画にあまり集中できなかったかっていうと、僕が撮った席ねここだったんですよ。ここね、まあ、母と見に行ったんですけど、 F の45ですね、ここ撮ったんですよ。うん、でね西野さんが座ったのここなんですよね、 E の6ですね。僕なんでここ撮ったかっていうと、もう本当はここ撮りたかったんですけど、ここだとね、まあ、西野さん入ってきたらね絶対見れるんで、この辺撮りたかったんですけど、この辺だとねもしここ座ってて西野さん入ってきた時ね見逃しちゃう可能性があるんで、まあ、ここですね絶対見えるとこ撮ろうと思ってここ撮りました。まあすぐにねここ撮った強者もいたんですが、まあ僕ここですね、で西野さんここだったんですよ。なので僕の席からねこれずっと西野さん見えるんですよね、こんな感じで。でスクリーン見るときって、まあ、こうですよね、こう見ますよね、スクリーン斜めにね。ただねこのスクリーンに目が行くよりやっぱここにね角度的にもうここ見ちゃうんですよ。なので西野さんには申し訳ないんですが、7割ぐらいね西野さん見てましたね、7割ぐらい見てました。これがですねもし真後ろとか真横とかだったらね、こうあからさまにねこう横向いたりとか、まあ、後ろからなんで見えないんでね、まあ、こうスクリーンちゃんと見れたんだと思うんですけど、ちょうどねこれもう本当に角度的にもかなりミラクルだったんですけど、もうここですから、ここでも見えないですし、ここでもね、ここでもここでもこの辺でもね、もうどこでも多分見えないと思うんですけど、ここねもう一番見えるんですよ。うん、一番見えるんですよ。まあ、今回ねこの煙突町のプペルの映画の内容に関してはもうほぼほぼ見れなかったんで、再度ね深く感情移入するっていうことが
ちょっとできなかったんですけど、ただですね、煙突町のプペルにはですね、様々な伏線であったり小ネタっていうのが隠されてて、その中で結構ね、今話題になってる一番最後に出てくるこのプペルのね、影の謎とか、まあ、はたまたあの時計台があるんですけど、まあ、その時計台のね、秘密とか、そういったところにはですね、しっかりと注目してみれたんで、今回はね、その二つに関しては、見ることができました。もしね、そういったまだ、まあ、そういったね、小ネタとか、まあ、裏話的なやつですね、この中に隠された、そういったね、小ネタとか、裏話とかっていうのは、もしね、気になるよって方は、まあ、西野さんのね、ライブ配信とかでは、ちょくちょくね、そういった話とかもされてるんですけど、実はですね、1月の15日から、このですね、西野昭弘による副音声付き上映っていうのがね、始まります。まあ、アプリを取って、まあ、そのアプリを起動して映画館入ってもらって映画見ると、そのアプリからですね、この映画の音を感知して、まあ、ここのシーンはね、こんな感じで作りましただが、ここのシーンはね、こういう伏線があります的なね、まあ、裏話ですね、裏話を西野さんがずっとね、してくれるっていう映画のね、裏側を知りたいとか、まあ、小ネタ知りたいとかね、そういった方にはもってこいのね、イベントが始まります。1月の15日からですね。僕またこれね、これ絶対見に行きますね。まあ、こういったね、イベントもあります。で、まあ、本題の映画のね、西野さんと見た感想なんですけど、映画自体の感想はですね、まあ、3割、もしくはですね、もう2割ぐらいしかね、見てないかもしれないので、その映画自体の感想っていうのはまたね、改めてね、撮ろうかなって思うんですけど、まあ、今回ですね、差し当たり、西野さんと映画見ましたって感じの動画になるんですが、まあ、僕はですね、10分前ぐらいにここ入ってね、ここ座ってたんですけど、西野さんもね、多分、5分前ぐらいにね、スーッと入ってこられたんですが、一瞬なんかね、もうスマートすぎて、ちょっとわかんなかったです。一瞬気づかなかったんですけど、いつも着てる服着てたんで、それでね、パッと気づきました。多分ね、オーラを完全にね、消してましたね。オーラ完全に消してました。多分、ま、ハンターハンターでいうゼツってやつをね、使ってたと思います。オーラ消してね、入ってきたのはいいんですが、まあ、ここ座っちゃうとね、もう僕ずっと見てるんで、もうドキドキしてましたね。まあ、近いと言っても、まあ、後ろなので、まあ、見ながら緊張するっていうのもちょっと、なんか複雑な気持ちだったんですが、こんな近くにですね、ここで流れる映画の作者がいるって考えると、多分ね、誰でもね、緊張すると思います。多分ここのスクリーンの中いた人も、たとえね、こんな結構離れたこの N の19番の人ですら、おそらくね、むちゃくちゃ緊張したと思いますよ。ここにね、いる人たちみんな、ドキドキしてましたね。もう、心臓の音が、伝わってきました。すごかったですね。まあ、これはね、西野さんも言ってたんですけど、作者とね、一緒に映画見るって、本当にすごいね、思い出になると思います。例えばね、昔、まあ、隣のトトロとかもね、こういった映画館で昔やってたわけじゃないですか。そこで、ね、こんな近くで宮崎駿と一緒にね、同じスクリーンでね、映画、トトロ見たって言ったら、すごいじゃないですか。すごいですよね。それが今回、ま、現実となってね、このね、煙突町のプペルを作者と一緒にね、同じ空間で、しかもま、こんな近くでね、一緒に見たっていうのは、何事にもね、変えがたい、かなり貴重なね、経験させてもらいました。最後、エンドロールの最後に、おしまいって出るんですけど、そのおしまいってね、出た後は、すごいね、怒涛の拍手が起こるわけなんですけど、そしたら、この西野さんがですね、ここですっと立ち上がって、皆さんにこう、一瞬ね、ぐるり、一礼して、出る時もですね、こう、スーッとね、こっちから出ると、ここですね、ちょうどここ。みんなが見えるとこで、またね、さらに、皆さんにね、こう、一礼して、まあ、手を振りながらね、出て行かれたんですが、もうその時もね、まあ、拍手、映画が終わった後にね、まあ、ダーッと拍手が起こるのも、まあ、すごいんですけど、皆さんね、もう、スタンディングオベーションですよ。スタンディングオベーション。もう、席立ってね、全員でこう、西野さんをね、送るっていうね、もう、映画館じゃね、ちょっと考えられないような現象がね、まあ起きてました。スタンディングオベーションなんかね、もう外国のね、なんかコンサートが終わった後とかでしか見たことないですよ。うん、それがね、もうなんか、
こう目の前でね、本当にスタンディングオベーションで、もうすごい拍手でね、こう映画館で作者をね、見送るっていう現象が、もうそれがね、一番印象的でしたね。まあ、映画でこんなこと起きるのかと、多分ね、ここにいた人、みんな思ったと思いますよ。まあ、西野さんとね、この映画を見れたっていう、この貴重な体験もまあそうなんですけど、もう映画館でこのスタンディングオベーションを味わうってね、もう絶対ないと思います。うん。今後ね、絶対ないようなね、そういった貴重な体験がね、ボンボンと味わうことができて、もうなんて表現したらいいのかちょっとわかんないですけど、まあとにかくね、すごかったです。まあすごいとしかね、ちょっと言いようがないですね。語彙力がね、なくてちょっと申し訳ないんですが、まあ西野さんね、まだいろんな劇場回るって言われてたんで、ぜひですね、西野さんが行く劇場、一緒にね、行ってみて、同じ空間でね、見てみてください。びっくりすると思います。まあコロナのね、感染予防のために、その西野さん見てもね、握手したりとか、サインもらったりとか、もちろんね、お話ししたりとか、そういったことできませんっていうね、まあ事前告知があるにはあったんですが、まあしっかりですね、皆さんそこはぐっとこらえて、西野さんをね、すっと迎え入れ、すっとね、見送ってたんで、まあ今回ね、広島の上映に関しては気持ちよくね、見ていただけたんじゃないかなと思います。まああとですね、この映画煙突町のプペルを見るときに、まあ西野さんがね、よく言ってるんですけど、音ですね、音。音がね、かなり重要だと。でね、僕も映画ね、むちゃくちゃ好きで、映画館にもね、もちろん通ってますし、家にですね、プロジェクターとスクリーンを置いて、で、さらにですね、音響も、映画館のね、音響を味わえるっていう、音響の機材も買ったりして、映画見たりするぐらいですね、映画むちゃくちゃ好きで、その音にもね、結構こだわるんですよ。で、映画館で見るときって、やっぱりね、その迫力ある音がね、映画をね、映画館で見る醍醐味だなって思ってるんですけど、今回ね、このスクリーン3で見た煙突町のプペルは、むちゃくちゃ音良かったですね。まあ、これがね、こう最高の音なのかどうかっていうのはちょっとわかんないですけど、実はですね、この煙突町のプペル、この東宝シネマズ、ミドリーで、公開になった直後はですね、スクリーン2っていう、この、今ね、鬼滅の刃、とかやってるんですけど、このね、スクリーン2ってとこだったんですよ。実はここね、一番大きいスクリーンなんですよ。スクリーンも大きいですし、まあ、このね、部屋もかなり大きくて、422席なんでね、今やってるスクリーンさんの倍ぐらいの大きさあります。まあ、最初ね、この煙突町のプペル、このスクリーン2で見たときは、スクリーンの大きさはね、結構あったんで、迫力はあったものの、音がですね、僕なんか、ちょっとね、物足りなかったんですよ。なんかね、こう、しっくりこないというか、なんか音がちっちゃいというかですね。まあそういった仕様なのか、わかんないんですけど、まあ僕自身がね、求めてる音ではなかったんですよね、この、スクリーン2の時は。まあ僕みたいなね、素人が聞いてもね、そんな満足感がなかったんで、こう西野さんとか聞くと、あんまり満足しないだろうなって思う音だったんですけど、今回ですね、この、まあ、スクリーンさんでね、スクリーン自体は少しちっちゃくはなったんですが、音がですね、もう本当に良かったですね。最初のなんかズドーンとかね、心臓がね、ボーンと落ちてくるシーンとかあるんですけど、あの辺とかは、もう結構いい音でした。多分ね、ちっちゃい子供だとびっくりするぐらいの音量ですね。まあ、音としてはね、西野さんが満足、するような音だったのかどうかちょっとわかんないですけど、僕はですね、結構音的には良かったです。まあ最初からね、この東宝シネマズミドリーで、スクリーン2番でね、何度か見られてる方は多分ね、今回これスクリーン3で見ると感じると思いますね。音がね、全然違う。まあ、か、もしくは、今回ね、西野さんが来るんで、西野さん用にね、音合わしたっていう可能性もあるんで、ちょっとまだわかんないんで、またね、近々見に行こうと思うんですけど、このスクリーンさんは、スクリーンはちっちゃくなったものの音は良かったです。うん。ただですね、西野さんが絶賛する音が出てる映画館っていうのが、東宝シネマズ、ナンバですかね、大阪のナンバ映画館がね、なんかむちゃくちゃいいっていうことなんで、まあ僕もですね、ナンバね、機会あればちょっと行ってみたいなって思ってるんですけど、
関西方面の方ねいらっしゃいましたら、ぜひねそこ難波行ってみてください。むちゃくちゃいいみたいです。まあといった感じでですね、まあ今回はサクッとこの西野さんと一緒に映画を見ましたっていう、まあ報告の動画ですね。まあ感想もですね、まあすごくねいい体験させてもらったとしかねもう言いようがないんでちょっとあれなんですけど、まあとにかくね良かったです。実はですね、僕この映画煙突町のプペルにかなりね思い入れがある、もう一つの理由としては、この煙突町のプペルのエンドロールにですね、こんな感じで、ね、名前がね出てるんですよ。まあ、出てるっていうか、まあ、出させてもらったんですけど、こうエンドロールですね、最後こうバーッと流れてきますよね。ここでこの本当ね最後の一番大詰めのサビのとこですね、大詰めのサビのとこで、ここでね協賛っていうところでバーッとまあ会社名が出て、ここね名前がずらーっとね協賛した方出るんです。ここですね、ここちょうど真ん中の真ん中ら辺ですねに僕の名前出てて、これですね、ここ塚川祐希、これ僕の名前なんですけど、これはですね、まあ映画見に行った方にはね全員これを必ずね発見してもらってるんですけど、またねこの作者の人と一緒にねこの同じスクリーンで映画見て、そのスクリーンにね自分の名前が出てくるっていうのはもうこの上ないねなんか幸せと言いますか、すごくねいい気分でした。うん、いい気分になれました。なかなかないですよね、この作者とね一緒にまあ見るっていうのもあれなんですけど、それにプラスねここスクリーンの映画の最後のエンドロールにね自分の名前が出てくるって、もう最高の気分ですよね。まあ、僕はですねちょっとこの協賛して名前載せてもらったってだけなんですけど、まあ、なんかねこの映画をね一緒に作った感がねもう自分の中ですごくあって、まあ、そういうのもあってねこの煙突町のプペルにはむちゃくちゃね思い出がねあります。まあ僕自身ね昔からなんかちょっと映画がねほんと好きなので、自分でね何かしらの映画作ってみたいなっていうのがあって、こういったね煙突町のプペルを含め、まあその他にもですね何度かこういった映画にちょっとね携わるようなことをさせてもらってるんですけど、まあ今回を機にと言いますか、今後もですね自分の映画、まだどんな映画ね作りたいとかそういったのは何にもね決まってはないんですけど、何かしらねこんな煙突町のプペルみたいに皆さんにねこう思いが届くような映画作れたらなーって思ってます。なのでまあもしですねこの動画見られた方はですね、ぜひ僕がね映画作るときはご協力いただけるとね幸いです。とまあねそんなこんなで今回はね、まあ今回はですね西野さんと一緒に広島でね映画見ましたっていうご報告の動画でした。あるところに煙に覆われ空を見上げることを禁じられた街がありました。一人ぼっちのルビッチが出会ったのはゴミから生まれたプペル。ん？君一人？はい、すみません。父が教えてくれた誰も知らない秘密。星って知ってるかい？星？なんだよ星って。見たのかよ。あるわけないじゃない。見たのかよ。嘘つきだ。誰か見たのかよ。あの煙の向こう側を誰か見たのかよ。誰も見てないだろ。だったらまだ分かんないじゃないか。お前が光を信じて上を見続けていたらよ、一緒に上を見てくれる友達が現れる。友達って何ですか？信じ抜くんだ。ルビッチ、これは母ちゃん命令だ。絶対に帰ってくるんだよ。はい。どうしたんだい？私の心臓が呼んでるです。どうやらこの世界の秘密に気づいてるね。ドキドキするじゃないか。煙突町の